世界アジア東、アジア日本南西諸島沖縄諸島久米島久米島は沖縄本島から西に約1 0 0トル、沖縄諸島に属する島で最も西に位置する島である。人口は8000人程度で行政上は島全域が久米島町に含まれる。面積は59.53平方キロメートルで沖縄県内では沖縄本島、入表島、石垣島、 宮古島に次いで5番目に大きな島である。ダイビング地として有名で、国内の大手航空会社が共にリゾートホテルを展開しており、長く広がるイーフビーチには民宿なども多く、点在する。また、東北楽天ゴールデンイーグルスが、発足年度からこの地にキャンプを構えたことで、その方面でも広く知られるようにもなった。かなり岩からなる島で全体に、山勝ちではあるが、 東海上には、ハテノ浜と呼ばれる全長5キロメートル以上もの、サンゴス島が連なっている。水が豊富で、古くから沖縄県では米どころとして知られた。生物は沖縄本島と共通する部分が多いが、固有種も生育、生息する。例えば、クメ島ボタルは、幼虫が水生のホタルとして、源氏ボタルや平家ボタルと共に、例外的に分布し、 現在は保護のために、久米島ホタル館が中心となって活動をしている。他にも日本国内で唯一の淡水性の蛇である、菊里とサーヘビなどが分布する。また、久米島のハブは独特の斑紋の個体があり、胴体の上部にしか模様がない。久米島ハブと呼ばれることがある。久米島の名を持つ生物に、以下のようなものがある。2008年10月30日。 絶滅危惧種である、菊里沢蛇の生息地である植だ岳の渓流、及び、湿地255ヘクタールが、久米島の渓流、湿地として、ラムサール条約に登録された。また、同地域は1998年6月15日に、種の保存法に基づく、植草岳菊里沢蛇生息地保護区の管理区域に指定されている。古くから、 稀に降雪が伝えられてきたが、1977年2月17日に雪を観測した。県内ではこれ以来約39年間一度も雪は観測されていなかったが、2016年1月24日、沖縄県としては2度目となる雪を沖縄本島と共に観測した。また、本土復帰前の1963年1月20日には、 沖縄県内の観測史上最低気温となる摂氏2.9度を観測した。かつては4月から10月の季節運行で高速船も運行していたが2004年で廃止され、2005年から既存の大型フェリーの運行を現在の1日2便に増便した。登る岳市の波状から見る大島と新大橋、登る岳市の波状から見るイーフビーチ周辺。大きな建物は リゾートホテル。ノボール竹品派城久米島に近い方から、前の浜、中の浜、果ての浜と名付けられているが、総称して、果ての浜と呼ばれている。イーフビーチから送迎船で渡ることができ、海水浴やシュノーケリングを楽しめるが安全管理上、遊泳区域がかなり限られている。砂浜だけの島で日よけとなる施設がないため、遊ぶ際は、日焼け止めが必需品。現在、 久米島と大島との間には1982年開通の海中道路があるが、以前は、大島住人は、徒歩や潮の満ちた時間には、筑波で徒島し、久米島へ、通勤通学していた。海中道路の完成以降、潮の流れが大きく変わってしまい中間点にあった。さすや海底が非常に深くえぐり取られ危険なため潮の、緩満に関わらずそのような徒島は禁止されている。 ハテノ浜の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成全長 5km 以上のサンゴス島ハテノ浜。ありがとうございます。